にちは、かねとのぞみです。およそ2年ぶりに制服も着用しまして、やってきたのは中華そば一貫です。いやー長かった。もっと早く声をかけていただきたかったんですけど、2年間かかりました。もう社長何してたんですか、ずっと待ってたんですよ声がかかるの。まあ、ということで今回ね、ありがたいことに声をかけていただきまして、ニュー商品が出るよっていうことでね、もう目の前にありますよ、こちらつけ麺。おいしそう。だいぶね気温も高くなってきて、こういうねさっぱりしたものが食べたい時期になりましたよ。ちょうどいい。で、今までつけ麺ってあったんですけど、今回はこのつけだれが新しくなったみたいです。ごまがたっぷりのこのつけだれ、見た目は結構醤油ベースっぽい、なんだろう、気になりますね。具もたっぷり乗ってますよね。煮卵にネギにメンマにチャーシュー、私一貫のチャーシューめちゃくちゃ好きなんですよ、ね、そのチャーシューもたっぷり乗って、いただきます。おいしそう。麺は細麺ですね。具もねしっかり入れて、この卵の半熟具合も最高。ごまがしっかり麺に絡んでますね。いただきます。うん、濃いめの甘辛いつけだれに麺がしっかりと絡んで、でそこにごまもたっぷりかかってるので、ごまの香ばしさも口の中に広がっていいですね。こう暑くなってきましたから、こう甘酸っぱいこの酸味の部分も食欲そそりますね。でこの濃いめの甘辛いつけだれなんですけど、ちょっとアクセントが欲しいなっていう方はね、こういうアイテムもあるそうですよ。それがこちら、ラー油。これをねちょっとかけるだけでね味が変わるみたいなので、ちょっとかけてみたいと思います。ちょっとねこれはお好みですね。で酸味が欲しい方はお酢も追加でかけられるそうですよ。ラー油が入ったつけだれにしっかり麺を絡めて、いただきます。うん、ピリ辛。うん、後からこのラー油の辛みがきますね。つけだれがかなりこう濃いめの味付けなんですけど、そこにピリッとしたアクセントが加わることで、また食欲そそる、いい汗かきそうです。めちゃくちゃ美味しい、今からの時期にぴったりです。何やらもう一商品新しいお顔があるみたいなので、ちょっといいですか。ありがとうございます。これビビンバ、ビビンバラーメン屋ですよ。まあこれは斬新ですよね。ラーメン屋さんが出すビビンバってどんな感じなんだろう。上田社長らしいっちゃらしいですけどビビンバ出しちゃうんだ。はあ、すごいしっかりとボリューミーなビビンバですけれども、これじゃあいただきたいと思います。乗っている具はこのナムル、人参、もやし、ほうれん草、そしてゼンマイ。じゃあまずは卵を割らずにね、そのままの具でいただきます。うん、いいですね。このしっかりとしたゼンマイの歯ごたえと、やっぱ山菜の深みと、そしてね後から来るごま油の香りが鼻を抜けて、いやー、ラーメン屋さんが作る、一貫が作り上げるビビンバ美味しい。これ新しく食べられるんだ。じゃあ続きましては卵を割ってみたいと思います。卵をしっかりと割って、わー、とろっといい感じに、し
かりと絡めて、いただきます。卵の黄身がとろっととろけてて、このビビンバをマイルドにしてくれますね。でもね、ビビンバは辛くしたいよっていう方、コチュジャンがあるそうです。これをね、ちょっと入れることによって味に変化がどう起こるのか。コチュジャンをつけたビビンバ、いただきます。ほんのりピリッときましたね。で、コチュジャンを入れるとやっぱりこのコチュジャン独特のコクが出て、いろいろ味変しながら食べるのもいいですね。いやー、美味しい。一貫が出すビビンバ、最高です。ごちそうさまでした。いやー、つけ麺そしてビビンバ、どちらもとっても美味しかったです。こちらの2商品、5月12日金曜日から発売開始です。こちらは中華そば1貫、そしてバスラーメン1貫、こちらの2カ所で食べることができます。一人でも多くの方に食べていただきたい。でもね、どっちも美味しかったんで、どっち食べようかなって迷ってる方たくさんいらっしゃるかと思います。そんな方には両方食べることができるお得なセットもあるみたいなので、そちらも要チェックです。ぜひご賞味あれ。